どうも、ペナルティヒデです。少しずつ寒くなってきました。年の瀬がね、こうやって徐々に近づいてくるんでしょうけども、現時点でまだ、相方の復帰ができていないというね、非常に残念な状況ではあるんですけども、もう少し、皆さんにはご迷惑ご心配おかけしちゃいますけども、待っていただこうという、逆にね、100% のワッキー、それじゃ物足りないでしょ。やっぱりね、120、150の、元気な相方を皆さん楽しみにしてると思いますので、もうしばらくお待ちください。まあいろんなサッカー関係者に知り合いがいるので、お願いしたところ、2チーム、そしてその2チームとも、心よく承諾、快諾してくれた件がございます。それがですね、川崎フロンターレ、王者と、ヴィッセル神戸、この名門チーム2つがですね、協力してくれまして、こちらダダーン、まあ袋に入れてます。まあなんか出しちゃうと申し訳ないなと思って、全選手のサイン入りユニフォーム、こちら、相方のために、皆さんが書いてくれました。こちら川崎の方は鬼木監督に連絡をし、そしてこちら神戸は、三浦監督、まあ圧です、鬼木君と圧に連絡をして、相方が、元気が出ると思いますのでお願いいたしますって言ったら、心よく分かりましたと2つ返事で引き受けてくれました。で、まあ、これをだから手渡しなのか久々の再会なのか、もうね 3,4 ヶ月会ってませんから、もうちょいかかるのかな、まあ、もうしばらく待ちましょう。私自身も、そして皆さんももうしばらくどうぞ相方の復帰をお待ちください。その分とんでもないギャグを彼は考えてくれてると思いますので、そっちを楽しみにしてください。ペナルティヒデでした。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。